皆さんこんばんは。こんばんは。今週も粕谷由紀さんと一緒にお届けをしていきます。粕谷さんどうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。粕谷さんはご自分でこう原稿を書かれたりとか、はい、いろいろ資料をパソコンで作った場合、はい、その保存方法って、はい、あれですか、クラウドとかに入れてます？自分のパソコンに入れてます？2つ3つ分けてっていうことですね。はいはい、あれですか、例えばパソコン、自分のタブレットとかでやりました、はいはい、でそれを家に忘れてきましたって時に、はいはい、例えば携帯とかで引き出せます？PDF じゃなくて USB。 あ、 USB でいつも持ち歩いてるんですか？ USB 持ってますよ。あ、なるほど、はい、すごいですね。そうそうなんですね、はい、いや僕はいまだにこうアナログ人間なので、うん、結構そのクラウドに保存しないで、うん、自分でパソコンで作ったやつはパソコンに結構入れちゃってるんですよ。一箇所だけ？そう。なくなったらどうすんの？なくなったらまあでも一応そう、まあ、なくなったらどう、そうなんですよね、うん、でまあその、まあ、それよりもそこのところを例えば家に忘れてきた時に引き出せないじゃないですか、うん、ああまあね、うん、その例えばクラウドに入れてれば、うん、自分の携帯とか、うん、でパーって引き出せるじゃないですか、うん、そういうのがありますね。でないので、すみません今日忘れまして、うん、手元にありませんということでちょっと携帯を見ながら、ね、はい、携帯でも引き出せないんだけども、なんとなくもしかしたらちょっとデータで分かんないやつはちょっと見ながらかなと。まあでも、うん、それプラスあとは今の時代じゃないかもしれないけど、はい、資料印刷したりとか、はい、うん、まあいろんな、なんだろう、何通りぐらいやってるかな、3通り4通りぐらいはやって。あ、すごいですね、はい、やっぱそうなんですね、うん、いや僕も例えばこれで本当に中継前とかだったら、うん、まあ、家に連絡をして、うん、妻に自分のパソコンを立ち上げてもらって、うん、で自分のアカウントとか入ってもらって、うん、そこから自分のそこから、メールは見られるんで、うん、メールに送ってもらって、うん、それをプリントアウトしてもらうなり、うん、そこで開くなりっていう、うん、で妻にも普通に自分のパソコンとかのパスワード、携帯のパスワードも全然教えてるから、全然いつでも開いてくださいって感じでお願いをするんですよ、うん、っていうとアナログな、で今日いなかったんで、めんどくさいね。めんどくさいです、うん、めんどくさいですけ ど、 なんかもうずっとそれでやってたから今更、うん、あ、じゃあクラウドにあるのはどうやっていいんだろうっていうのやればいいんですけど、うん、まあ、シーズンオフにちょっとやります、うん、はい、やってください。資料はやっぱり保存してた方がいいよ、なんかの時に。そうですね、一応なんかクラウドで全部保存できるようになってるんですけど、うんうん、はい、自分のなんだろう、いろんなデータやらいろんなサイトで調べたやつ、はい、自分で作ったやつとかいろいろあるじゃない、はい、やっぱりある程度、ね、ある程度は、まあ、途中で取捨選択しなきゃいけないんですけど、はい、うん、まあ、残しておいた方がいいんじゃないかなと思いますよ。そうですね、うん、全部ね、一回前パソコンが全部ダメになった時に、うん、それまでの写真が全部、うん、まあ、消えてしまったので、うん、なので僕はヨーロッパに、留学でいろいろ渡った時にいろんな写真を、例えばトニー・アダムスとか、うん、撮った写真がないという残念な結果になっておりますので、もういろんな風な保存の仕方をしとけばいいのにもったいね。そうですね、あ、そうそう、それでですね、はい、先日そういえば僕がこの配信で、うん、もしかしたらエキストラで出るかもしれないって言ったじゃないですか、はいはいはい、すいません、散々煽りましたけれども、うん、僕出ませんで、うちの妻だけ端っこに出てたので一応ご報告ね、出ます出ますって言って、うん、その後どうなったんだっていうお叱りを受ける可能性があるので大変申し訳ございませんでした、私は出ておりませんでしたということで。そうなんだ、はい、見なかったわ。あ、すいません。あ、それとですね、粕谷さん、先日、うん、僕の親友の吉沢智子さん、まあ、吉友が脚本をやっている、持続可能な恋ですか、スタートしますと告知させていただいたじゃないですか、で告知したよっていうのを送ったら、この動画を見てくれたらしいんですよ。あ、そうなんだ。で見てくれて、でがっつり宣伝してくれてありがとうと。でちなみに粕谷さんにぜひ来て野村くんのいろいろ話をっていう風に言ってたのを聞いて、うん、野村くんのあんな失恋話とか、うん、あんな告白激震話だったらいくらでも話しに行くよと。ああ、じゃあ、はい、来ていただきましょう。それとですね、粕谷さん渋いからどっかでドラマに出演していても違和感は全くなさそう。本当は、はい、っていう話です。でですね、野村くんは、婚活パーティーで無双してるシーンとかって、無双ってどっちだって激沈無双かっていうね、まあそういうのが届いていたので、はい、ちょっとご紹介だけ。ありがとうございます。はい、はい、毎週火曜日午後10時ですので、またもう一回ちょっとその気になっちゃおう。あ、しょ、マシヤさんとか、そうです、マシヤさん、はい、井川さんとか出てられるやつでしょ。そうです、そうです。はい、見よ、はい、ぜひ。よろしくお願いします。はい、本題に行きましょうか、はい、そう、これ閉まってたので今日ちょっとこれ見ながらしないといけない。ということでですね、そろそろプレミアリーグも佳境を迎えるということになってきましたので、はい、うん、まあ、残り、まあ、どういうところを見どころにといいましょうか、うん、どんな今可能性があるのかというところを探りながらちょっと行きたいと思いますので、はい、今日はですね、題しまして、
残りの試合から見える可能性、優勝 CL 争いということでお届けをさせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします、1チームずつですねちょっと取り上げていきたいというふうに思いますけれども、うん、まず首位にいますのがマンチェスターシティ、リバプールよりも今1ポイント、はい、同じく33試合超過で1ポイント上にいるという状況ですけれども、一応ですねもうすでにチャンピオンズリーグの出場権獲得しておりますので、チャンピオンズリーグの出場権は 100% なんですけれども、はい、この優勝のパーセンテージはどのくらいかということで、勝谷さんはどうでしょうか、シティの優勝のパーセンテージは。80ぐらい。お、80ですか、うん、すごい 80%。 なるほど、ちなみに私はですね、うん、50% です。これはもう 50-50 の 50% でございます。あんなやり方がさそれ当たり前だから、うん、いやそうなんですよ。あ、でまあそうですけど、そうですね、ダメですかね、どっちか上にしないとダメですけど、本当に分かんないですよ。危ない橋渡れよ、まだ分けんだからよ。危ない橋渡れよ。いや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 、いやでも本当に、いやでも本当に 50-50 じゃないですか。言ってんだよ。面白くないって言ってるよ、ミューテレビ配信。いやいや、でもいやいやいや、面白い面白くないではなく、いや実際のところそうかなと。他になかなかこれね、どっちかを 51% にもなかなかできなかったんですよね。わあ、卑怯なやつ。いやいやいや、まあもし可能性としてあるとしたら、まあまあでも違うな、どうだろうな、まあ勢いとか、まあでも残りの、まあでもちょっとじゃあ勝谷さんとお話しした上で、うん、じゃあ僕ちょっとこれ変えます、うん、はい、はい、まず変えるんだな、絶対。あ、変えます、変えますね、変えますね。あ、リバプールの方まで行ってからで言っていいですか。うん、そうだね、はい、うん、まず、シティは今のところですけれども、うん、珍しくここ5試合で、2つ引き分け、まあ、1つはリバプール戦なの で、ね、うんうん、つまりは、うん、まあ、これね、落としてるっていう表現を使っていいのかわからないんですけど、勝ち点4を、まあ、こんなの普通のチームだったら逆に勝ち点4しか落としてないんですかって話なんですけど、そうそう、ね、リバプールが凄まじいからね、はい、そうなんですよ、うん、勝ち点4、落としているという状況で、この今の状況なんですけど、うん、もう配信の時にはファーストレグが終わってます、レアルマドリード、うん、我々はまだあの火曜日収録なので、ね、知らないんです、うん、これファーストレグどうなるか、うん、そのファーストリーグとセカンドリーグに間に挟まれたのがリーズ戦で、さらに、まあ、順位上がってきたニューカッスルとのゲーム、またウェストハムとのゲームがあって、最終節はビラ戦ということですね。どうでしょうか、勝谷さん、最近の現状からするとこうシティの状況といいましょうか。特に悪いわけじゃないですからね、うん、それで、まあ、ほぼほぼメンバー揃ってきていますから、うん、はいはい、あの本来のらしさを見せるんじゃないかということと、はい、うん、あの残りの相手が多分もう、まあ、最終節の迎えている段階で、はい、もうビラは残留も決まってるはずだから、うん、あの他のチームもみんなもうプレミアリーグにかけることはそんなにない、はい、リーズはまだあるけどね、だから5月9日のニューカッスルが下の4つは、うん、だからその辺が、うん、相手チームのモチベーションと、うん、あのシティの力を踏まえると、うん、全然問題ないなっていうのと、うん、もうニューカッスルが今手元の資料が私が調べた間違いなければペップ体制では7勝1分け1敗なんですね、はい、でこれ現在5連勝中、はい、ウエストハムはなんと10勝1分けでペップ体制無敗、うん、はい、ビラ5戦全勝、うん、ウルブズが4勝1分け2敗なんですけど、はい、19にシーズンにダブル喫した以外は負けてないっていうことなので、うん、はい、ここでそんなに星を落とすことはないのかなっていう推測のもとに80なんです、うん、はい、うん、あ、なるほど、なるほど、この対戦相手を見てということですね、うん、はい、なるほど、それでどうですか、その中でこれからキーになっていくプレイヤーは誰になってきそうなんですか、うん、シティはやっぱりそうだよな、ジェズスかな、あ、うん、あの先日1試合で4ゴール取ってましたね、うん、ジェズスが点決めるとほぼほぼ負けないので、そうなんです、そうなんですよね、はい、そういうデータあります、42勝2分けだったらすごいデータ残ったので、はい、うん、だからジェズスだと思いますし、うん、はい、あとはペップ監督うまくやると思いますけど、左サイドバックの人選ですよね、うん、カンセロ・ジンチェンコとかで回すんでしょうけど、はい、うん、その辺がやっぱりね、カンセロもどっちかというと右の方がいいと思うので、うん、まあ、そこいらをどうやってくるかだと思いますけど、うん、はい、うん、ちなみに私は、うん、あのそのキープレイヤーは、うん、やっぱりこのクラブ、やっぱこの人が活躍していると結局勝つんですけど、うん、デブライネで、はいはいはい、うん、
まあ、彼が魔法をかけて結局勝っちゃうとかが多いじゃないですか、うん、それがどれだけこれからのゲームであるかとか苦しい厳しいゲームも出てくると思うんですけど、そこでそれが発揮されるかどうかっていうところでもね出そうなんで、これはいけそうだと思うんですけど、あとはルベンディアス復活したのでこれは大きいのかなっていうところですね。で彼がこのままずっといけば、まあ、後ろも安定するかなっていうところだと思うんですよね。あの休んでる間に多分あの肉体のダメージ疲れっていうのがある程度改善されたと思うので、はい、うん、ですからハムストリングやったんでね、だからうーんその辺の再発は怖いですけれども、はい、意外と体調整いそうだなとも考えられるんでね、そうですね、はい、まあ、ただちょっと心配なのがですね、あのおそらくこのクラブもちろんプレミアも取る、足りたいんですけど、うん、一番の最重要課題といいますか、うん、一番目指しているところはチャンピオンズリーグだと思うんですよ。まあ、チャンピオンズリーグ、また準決勝がレアル・マドリードじゃないですか。うん、はいはい、ここ、まあ、リバプールも、まあ、もちろん勝ち上がってきたチームなんですごいんですけど、ビジャレアルじゃないですか。うん、でレアル・マドリードとのこの対戦って結構ここ上がるか上がらないか、まあ、ベスト4の山みたいなのも一時期あったじゃないですか、うん、はいはいはい、ここ大きなポイントだと思うんですよね、うん、大体そのゲームの間とか後とかって結構落としがちじゃないですか、どのチーム、うんうん、それがまたリーズが監督変わってちょっと勢いも出てきている、うん、でニューカッスルは今勢いがあるっていうことを考えて、この2つのうち1つか、まあ、どちらかなんですかね、まあ、これ勝っていかないといけないと思うんですけど、うん、勝ちで落とす可能性があるかもしれないと思うんですよ。でこのリーズ、ニューカッスル、このここまでレアル・マドリード、リーズ、レアル・マドリード、ニューカッスル、ここをもし4連勝でいったらシティ優勝かなと、うん、でここで落とすとちょっと厳しくなるかもなという感じでございます。そこがポイントかなというふうに思っております。一応じゃあリバプールの方も見てみましょうか、はい、でリバプールに関してはこういう、今後の日程になってまして、リバプールは最近はマンチェスターシティとの直接対決で引き分けた以外は13試合で12勝1分けかな、うんうん、で14試合負けてない、っていう感じで来ているのでほぼ勝ってます、うん、でそういう状況の中こういう形でビジャレアル、ニューカッスル、ビジャレアル取ってます。で加瀬さんが言われたみたいに、ビジャレアルとのファーストレグの後が土曜日のランチタイムキックオフになるわけですよね、うん、ですね、はい、だからさっきも言ったように、その後もね、僕80って言っちゃったんでリバプールは20なんですよ。あ、僕はね、そう、まずシティより基本的には1試合多いことね、うん、あの FA カップ決勝があるので、はい、でしかもそれがチェルシーという油断のならない相手であるということ、うんうん、それとあとトッテナム戦あるでしょ。トッテナム戦はクロップに勝ってなってから1回しか負けてないんですけど、うん、5回引き分けてるんですよね。あ、でクロップのプレミアリーグデビューの相手が確かスパーズでしたよね、はい、取ってましたよね、うんうん、それとは今、ね、この前オンターゲットで連続2試合ゼロとか記録してましたけど、はい、やっぱりハリー・ケイン、ソン・フンミンっていうところは怖いので、うん、ちょっとここが肝になるんじゃないかなと僕は思ってるんですね。あ、でここでポイントを落とすんじゃないかという推測ですよ、はい、僕のね、はい、でシティはもう落とさないと思ってるので、うん、はい、うん、それも踏まえてあとはそのチェルシーがあるということと、うん、あのサウサンプトン戦が、ね、どこ入るか分かんないですけど、うんうん、チェルシー戦の後のサウサンプトン戦はちょっと FA カップ優勝してもしなくてもなんかこう間延びしかねないなって気がしてたので、うん、まあ、その2つがちょっと私の中では不安要素だったんですよ、うん、それで、うん、あのシティがこのまま突っ走るというふうに予想しました。ちなみに、リバプールのキープレイヤーは勝谷さんは、うん、どっちだろうね、うん、ルイス・ディアス。あ、ルイス・ディアスで、うん、はい、その心は、うん、まあ、やっぱり試合数が重なってくると、はい、うん、やはり疲労の蓄積っていうのは大きいので、うん、そうなるとそれほどフル稼働してない選手っていうのはどの程度力を、はい、うん、発揮するかになって、うん、まあルイス・ディアス途中からですからね、うん、でもう即フィットしたので、はい、うん、やっぱりルイス・ディアスかなと思う、うん、というのと、もう一人はやっぱりチアゴ・アルカンタラ、はい、考えたらですよね、うん、やっぱ彼入ると中盤のリズムが上げたり下げたりっていうのはすごくうまいので、はい、しかも彼ディフェンスもしっかりやりますしね、うん、体も張ります、うん、っていうところで、うん、どっちにしようかってなった時に、うん、でもリバプールこういうね点取るチームだから、うん、だったらやっぱストライカーっていうか、はい、フォワードにしようかなっていうところですよね、うんうん、あとはな
この大詰めに来て南野が入ってないんだよねベンチにね。全く最近入ってないですね。そこがちょっと悔しいですね。そうですね。まあそれだけも層も厚いし、みんなね、またよくありがちなオリギ出てきたら必ず活躍するっていう、週末も結局2得点絡んで1得点取ってますし、すごいですよね。もう出てきたら本当にね、なんかやってくれますからね。で南野今すごい調子いいってね、いつもクロフ監督おっしゃってるから、調子いいんでしょうけどね、ただライバルがすごすぎるので、場所ないんだよな。そうですね、本当に。いやその勝谷さんの今のお話にあったように、南野選手がベンチに入れないぐらいこのクラブは層が厚いと思うんですよ。でまた、まあ、コンディションが結局ここの時期に来て、みんな何ですか、あの、まあ、怪我人がいないというか、 そうね、それが強みだと思うんですよね。シティは、まあルベンディアス戻ってきましたけど、ちょっと怪我してた、また、まあ、カイル・ウォーカーしかりとか、なんかいろいろこう選手層といったところで考えた時に、リバプールの方がそのどのポジションを見ても替えが効くのかなと思うんですよ。あ、うなずかないな。うなずかない。あ、そんなことないですか。替え効かないと思う。俺後ろ4もあれ揃ってないとダメだと思う。本当ですか。やっぱりマティプ、特にマティプ、ファンダイク、ロバーソン、それから TA と、やっぱこれ4枚揃ってないと、ちょっと、あのサブ、まあ、積み重ねだろうが、ごめんなさい、頑張ってますけど、やっぱりそこ、替えは効かないと思うな、そのディフェンスは。そこはちょっと違うと思うよ。ただ、その、なんていうんですかね、落ち方が、シティの、例えば、もし、カンセルいなくなっちゃったみたいな時のマイナスの落ち方に比べると、そこまでチミカスゴメスでもなんとかなんじゃねえかなっていう気がするんですよね。ならないか。俺アーノルドと俺ロバートソンの特に変わりっていないと思ってるからね。いや変わりないですよ。変わりないですけど、その落ち方的に相当落ちると思うよやっぱり。でも僕はなんかこのじゃ他のチームに負けるかっていうと。これがシティ、確かにシティとの一騎打ちになったらきついかなとは思うんですけど、じゃあチェルシーとやってそこがいないから勝てないかって言ったらそんなことないなとか。それはないとは思うけど、チェルシーとの試合やっぱりその消耗はするからね。まあ間違いなくね、そうですね。そうですよね。だそこを考えると、まあ、でもトッテナムは、そう確かにこっちの方がその対戦相手も、その加瀬さんが言われてみてデータ的には厳しいと思うんですよ。だ多分データでいくと確実にマンチェスターシティなんですよ。ただそこに現れないで力発揮しちゃったりとか、なんていうんですかね、ゴール期待値じゃない結果になっちゃうのがこのクラブなので、まあ、ゴール期待値低いとこが点取るからね。そうなんですよ、でそれを考えるとなんか勢いとか今のコンディションとか、そうなんで、まあ怪我人もなんていうんですかね、まあ、出ないんじゃないかなと思うわけですね。まあ、確かにそのいっぱい層がいるというのは替えが途中で変えられるっていうところもあるんですけど、誰かがいなくなりそうな気配がない。多分ロバートソンとアレクサンダー・アーノルドは多分いなくならないような気がするんです。ってことを考えると、でさらに最近僕あのキープレイヤーがナビケーターなんですよ。でこれ彼みたいなプレイヤーがここに来て起用されるっていう、で結構この大事な時期に今浮上してきたというか、そういうプレイヤーをこれだけ使うっていうクロップのその勇気というか、その眼力というか、そういうところも、まあもちろんヘンダーソンのそのコンディションとかもある、年齢的なものとかあると思うんですけど、そこのところでそういうなんていうんですかね、クロップのその起用の仕方とかを見ていると、ここのチームがなんか負けそうな気がしないんですよね。ビジャレアルの後またトッテナム、ここの2試合結構ここで結構決まるような気がするんですけど、トッテナムに負けなければ、あ、てかトッテナムに勝てばリバプールかなって考えてきましたね。とはいえすみません、僕は 80% とか言えないので、加瀬さん 55% とお願いします。まあまあトッテナム戦が鍵だっていうところはお互いにあったよね。 55% で、でも本当この高レベルすぎて、本当にちょっとしたミスとかで決まっちゃうじゃないですか、多分。だからもうその、まあ、ある意味運みたいなもんなのかなっていう気もするんですよね。もう実力は両方あるので、なんかもうたまたまその時、だこの間のそのチェルシーの、あの試合でクリステンセン結局ミスしたじゃないですか、あれトゥエル言ってましたけど、その前に確かにバウンド跳ねてるんですよね、変な風に。ああいうのとか、なんかああいうのがあっちゃったら多分そっちのチームの方が落ちるような気がするんですよ。だから結局運なのかよみたいなところなんですけど、もうなんかそういうところで悲しいから決まりそうな気はするんですよね。でも最終分だとそういうの起こりうるからね。そうなんですよね、まあ、疲れてるのもあるじゃないですか、ね、だからその脳もそうだし体も疲れてるから、でもそれを分かんない、今からは分かんないですけど、ね、それみんな起こることだから責めないでおきましょう ね、 そうですね、責めない、責めたくないですよね、でもそれを事実としてね、
伝えるのは必要だと思うんですけど、うん、みんなね、僕なんかもうなんかもうミスばっかりですから、いつも。で、勝谷さんはマンチェスターシティ、じゃマンチェスターシティチャンピオンズリーグもそんな感じですか？結構いけそうですか？チャンピオンズリーグ、チャンピオンズリーグ、どうせならあの2つ行ってほしいもん。ああ、うん、なるほど。じゃあ、うん、シティ、マンチェスターシティの、2冠の可能性という感じですか？うんうん、ああ、なるほどなるほど。分け合うよりはどっちか一つの方がなんか面白い感じがするな。うん、あ、なるほどですね。面白いっていうか、うん、喜びをひとしおじゃないけど、ね、もうシティチャンピオン勝っていい頃だと思うから。そうなん、それは確かにそうなんですよね。うん、ただ確かに笠谷さん言われるようにどっちかな気がするんですよね。そのなんていうんですか、その分け合う感じがしないじゃないですか。うんうん、でそれを考えると、まあクロップ監督は無理って言ってるんですけど、なんかね、やっちゃいそうな気もするんですよ、四冠を。あの人はずっとありえないありえないってね、さすめちゃったからね。うん、ああ、だからこうその4冠が、まあ、そうなるとチェルシーが負けることになるんですけど、うん、でもね、それも十分もちろんありえますし、ひょっとしたら4冠しちゃうんじゃないかなっていうのも思います。でも4冠取っちゃうと来シーズン燃え尽きちゃうよな。うん、ああ、そうですよね。そうなるとあれだね、1個ずつの方がいいのかな。うん、まあ、どうなんですかね。このまたいろいろチームとしてその長い目で見るじゃないですか、うん、チームの、うん、まあ、例えば運営サイドからすると、はいはいはい、まあ、その時はいろいろうまく、まあ、来シーズンもみたいな考えてるじゃないですか、うんうん、これファン心理としたら、例えばですけどリバプールは、うん、まあ、その柏さんがあの大好きなマンチェスターユナイテッドとの一番のライ、うん、まあ、もちろんマージーサイドもありますけど、うん、まあ、それよりもその優勝というところで考えると、マンチェスターユナイテッドが、まあ、ある意味国としての一番のライバルじゃないですか。これあの優勝すると回数抜くか並ぶかどっちかだよね、まあ、並ぶのかな。でそう、おそらくマンチェスターユナイテッドはリバプールファンに対して、うん、チャンピオンズリーグ含めたトレブルを達成しているっていうのが優位性だと思うんですよ、うん、きっと。でリバプールファンからするともし4冠取ったら、うん、そこが自分たちの優位性に変わるじゃないですか、うんうんうん、多分ここがきっとファン同士ではせめぎ合いな気もしますよね、うん、でももうライバルじゃないからね。いや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 、加藤さんそれは、あ、それは今でもなんか、ね、そう、ベンさんが言ってたんですけど、うん、あれらしいですよ、こうあの必ずリバプールとマンチェスターユナイテッドは同じ時期に優勝争いしたことはないらしいんですよ、うん、だから必ずどっちかが強くてどっちかが弱い、うんうん、どっちかが強くてどっちかが弱いで、また交互にこれが来るから、うん、そのお互いのライバル関係でずっと優勝争いとほぼ90年代のあの交互じゃないよ、交互ではない、そうですね、リバプールユナイテッドユナイテッドユナイテッドリバプールだよ。ああ、まあ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 年代、まあ年代としてはですね、絶対交互なんかにさせねえからまあでも長いスパンで言うと交互になるんでまあね、リバプールがあって、まあ、そのユナイテッドが長かったですから、うん、確か長かった、うん、そうですね、それを交互と確かに言わないかもしれないです。だからこの時代っていう感じかもしれないですけど、何ですがってんだ俺いや、これが面白いですよね。なんかプレミアリーグの面白いところはこう他のチームのそういう関係性とかも絡んで、うん、みんなこうなんていうんですか、優位性みたいなのを考えるじゃないですか。そうだから、なんか分かんない、あんまり日本人の人はそういうの感覚がないから、うんうん、あんまりそのね、学校行ってなんかね、お前がちょっと俺らの方が上だぜみたいな、あんまないかもしれないですけど、うん、基本上から目線の国だからそんなじゃないの、うん、でなんかそういう楽しみ方で、多分それがまあなんていうの、文化ですから、うん、ということでございます。皆さんは何パーセントの可能性があると終わりかというのもぜひ書き込んでいただきたいと思いますけど、うん、はい、まあね、おそらくどちらかのファンの方はね、そっちの方が上だと思うんですけど、うん、中立の方がどういうパーセンテージで見てるのかっていうのは楽しみですけどね。結構やっぱり 50-50 の方多いんじゃないかなと思いますが、若干どっちが上かっていうのをぜひちょっと書き込んでいただけたらと思います。みんな 50-50 はなしにしようぜ、うん、すいません、そうですね、51とかにしとけばよかったですね、すいません、 50-50 で普通に50にしてましたいや、パーセンテージ考えてくださいって言われたんで、ああ、じゃあそれは 50% だよなと思ってすいません、それじゃあ、それじゃあ企画が弱くなっちゃう。ああ、そうです、企画、そう、すいません、そうです、うん、当たり前のように普通にやっちゃダメなんですね、うん、これすいません、普通にやっちゃいました、うん、ごめんなさい、すいません、はい、ある種のエンタメだから。ああ、そうです、そうですね、そうですね、ということで、はい、この2チームです。さあ、そして3位チェルシーでございますが、はい、まあ、チェルシーは正直、はい、もうあのチャンピオンズリーグの可能性というところも、まあ、現地で言われるところではもうかなり、まあ、大丈夫だろうとも言われてまして、で、それ下ももうないので
FA カップはありますが、だから優勝の可能性はゼロで、もうゼロなんですよ。チャンピオンズシップの獲得の可能性は 100ですよ。だからゼロですね。優勝の可能性はゼロでしょ。まあでも僕は一応 0.00 とか 1% というか、一応ほらもしかしたら分かんないですよ。そしたらそういうふうにやればいいじゃん、チェルシーやればいいじゃん。あ、そう、そう、いや書いてある、そう、あ、書いてあるんですよ、そうやって。これは、あ、これも勝田さん、僕当たり前に考えてしまって、世の中にゼロはないから、ね、ゼロっていう表現はしちゃいけないと思ったんですよ。ゼロだよ。いやいやいや、分かんないですよ。だから全員が分かんないです。なんか食中毒に全員があったじゃないですか。そんなの言い始めた、スパーズが最終節の。そう、うん、そうです、スパーズがね、うん、アーセナルよりも上にいたけれどもっていう、うん、まさか誰かが毒持ったんじゃないかって言って、うん、犯人はこの人ですって言って、ベンゲル の顔写真を、ね、うん、BBC のマッチオブザデーでリネカーが掲げるっていう、うん、そういう冗談が通じるのがすげえなって、うん、NHK が日本でそれやったら大変なことになりますから、大変なことになるよね、うん、っていう、そういう事件があったんですけど、うん、そういうこともあるかと思って一応 0.1% に私しております。もう限りなくゼロです、うん、はい、はい、その通りでございます。じゃあ、ルイス・ヌケの獲得可能性は、あ、これは何パーセントですか？100ですよ。あ、100、100でいいですよ、大丈夫ですよ、うん、100いきますか、うん、なるほど。ただ、はい、ただアブラミッチの一件があるから、はい、どういうペナルティを課せるかまでは分からないので、はい、プレミアリーグからの降格っていう、まあ、ありえないようなペナルティはもうなくなったみたいですけど、はい、やっぱポイントの剥奪とか、うん、ポイント差は剥奪されないものの、ヨーロッパの、うん、大会、はい、今の出場資格は与えないみたいなことは、今それで FA とプレミアリーグが着地を探ってるようなので、うん、だからちょっと、うん、選手たちかわいそうですけどね。そこが何もなくいけば、うん、まあ、彼らの力を踏まえても、あと残り相手考えても、うん、はい、そんなにポイントロスするとは思えないので。なるほど、うん、おー、そうだ、100%。 ちなみに私は 60% ってことです。普通にやってしまいました、うん、普通にパーセンテージを計算してしまいました。私はすみません。どういう着地にするのかね、本当に。割とあれは早かったじゃない、アブラメンチに対するペナルティは。そうですね。その後チームに対するペナルティとか、あとは新しいオーナーとかがなかなか決まらないよね、はい、そうですね、うん、なんかその辺がよく分かんないな。多分分からないですけど、公共性のあるものじゃないですか、うん、で、おそらく考え方として、うん、個人の持ち物でないっていう考え方があると思うんですよね、うん、そのチームというのは、うん、で、あくまでそのアブラモビッチオーナー個人に対する制裁なので、うん、その個人としてもダメですよと、うん、だからそこを変えてしまえば、もしそこでこれ制裁を加えるということになると、うん、オーナーが例えば何かで捕まったりした時に、うん、そのチームにペナルティを与えなきゃいけなくなるじゃないですか、うん、でこれも今後汚職とか、うん、例えば、うん、あとね、あと分からないですけど個人的な何かのことでもしなってしまった時に、うん、じゃあチームにペナルティだってなってくると、うん、いや個人がやったことなのになんでチームが被らなきゃいけないんだみたいな話になりかねないので、うんうん、なんとなくそういうふうにはならないのかなっていう気はしますけどね。別に考えるのかなっていう気も。それもしやるんだったらお金かなと、うん、その罰金というか、うん、お金の問題ではあったので、でそれを罰金してそれをチャリティーに回すとか、そういう、うん、それならいいわけですけどね、そういう感じはあるかなと思いますけど、うんうん、そうですよね。ただそうすると新しいオーナーがなんで俺が買ったら俺がなんか罰金払うんだみたいな、うん、でも罰金払うことによってチャンピオンズリーグ出場権とか維持できるんだったらそっち選んでもいいと思うけどね、まあ、ね、長い目で見てね、うん、まあ、それか本来であればアブラモビッチオーナー個人に罰金を課すっていうのの方が正当かなとは思いますけどね、うん、どういう着地点を見出せるのか分かんないんですけど、はい、チェルシーは壺にはまった時の攻守の安定感、ディフェンスの安定感とか攻撃の破壊力っていうんだったら、はい、シティ、リバプールに匹敵するものがあるので、うん、はい、ここはやはり、ね、チャンピオンズリーグ出場権の、なんだろう、可能性をその政治的なあれで潰さないでほしいっていうのが個人的な感想です。このあと残りの試合は、まあ、結構ね、いろいろあるとは思うんですけど、うん、どうでしょうか、キープレイヤーは勝谷さん。マウント、あ、マウント、うん、はい、喋ってる段階でリュディガーがなんかマドリード合に至ったっていう話出てましたし、だから状況が状況でチーム全員が同じ方向を見るっていうのは難しいと思うんですけど、でもマウントとかリース・ジェームスとか下から育ってきた選手は何があっても残るって言ってますんで、その心意気を買いたいですね、はい、うん、
私はその、ねまあ、ディフェンスラインが来シーズンかなりいなく、まあ、もうレディガーはと、うん、いうことなのでその他にも何人かいなくなる可能性もあるのでそういう意味ではチアゴシウバが、うんまあ、チアゴシウバが今いてくれる試合といてくれない試合でちょっと結構違うっていうのを現地では言われてまして うん、そういう意味ではチアゴシウバ そのキャプテンシーというか、うん、その経験も含めて、彼がキープレイヤーかなという、まあ、来シーズンに向けてという意味でもですね。最終戦ホームじゃん、はい、だから来シーズンに向けてじゃないけどさチアゴシウバとさ、うん、リース・ジェームスとさロフタースチークでさ3バックとか組んでみたら、はい、あ、ね、まあまあそうですね、うん、まあそれをどうデュエルが捉えるかですね。なんかみんなボール運べるからちょっと面白い3バックになりそうじゃん、うん、最後もまだあれは間に合わないんでしょ、うん、チルエルはチルエルは、うん、今シーズンその最後にはトレーニングに戻ってくるそうです、うん、ただ、うん、出場はさせないみたいです。あそう、はい、うん、なるほど、ね、もうなんか下のカテゴリーの人たちとは一緒にちょっとトレーニングはやり始めてはいるようなのでな、はい、まあね、やっぱ彼いるいないでイングランドの左サイドバックも変わってくるんでね。そうですね、はい、うん、でも来シーズンはもう頭からキャンプから普通にできる感じのようですね。それは良かった、はい、うん、ですね、これは朗報です、はい、うん、あとチェルシーはまあ FA カップが残っているというところであります、はい、うん、さあそれではこっちの方がまあ熾烈な争いということになりますけれども、うん、4位アーセナルでございます。アーセナルですけれども、まあ、まさかの連敗が続いていた中で2連勝、うん、その後チェルシーマンチェスターユナイテッドとしまして、まあ、ライン間でウルグアイが自由に動けるような展開になると、はい、やっぱりあの彼らのアタッキングフットボールさえを見せますし、うん、でユナイテッド戦の最終盤に冨安も戻ってきましたから、うん、はい、アルテタ監督が考えうるチームが今ね、うん、できつつあるので、うん、まああれですな、リバプールと一緒ですな、こちらも通ってられませんでしょうな、ロンドンダービーが、はい、うん、ノースロンドンがあそこにあるのが、はい、ああそうですね、うん、そこが一番かもしれないですよね、うん、ここはどうですか、もう優勝の可能性ゼロって書いてありますけど、はい、もうポイント的にもこれは本当にゼロなんです。まあ、どうなんでしょうね、はい、で、チャンピオンズリーグ出場の可能性ですけれども、勝谷さん、ほぼ大丈夫だと思うんですけど、うん、やっぱ連敗したってところがちょっと気になるので、うん、どうでしょうね、75ぐらいにしておきましょうかね。おお、75%、うんうん、なるほど、ほぼ硬いと思いますよ。あ、もう硬いですか、うん、ほぼ大丈夫だと思います、はい、キープレイヤーは誰ですか。あ、今言いました、ウデゴア。あ、ウデゴア、あ、でもそれ、うん、ウデゴア、彼がどれだけ自由になれるかっていうか、うん、攻撃に比重を置けるかっていうと、はい、うん、そこでしょうね。ああ、うん、なるほどなるほど。ちなみに私は冨安選手です。あ、冨安、はい、なんかもう あれだけのこう歓迎のされ方というか、うん、でこう何ですかね、チームのちょっとマイナスの要素があった中で、まあ、この2連勝大きいんですけど、うん、その気持ちの部分でも彼が戻ってきてくれたみたいな、まあ、それだけ結構待たれてたんだなっていうのも含めて、うん、拍手すごかったもんね。すごかったですね、うん、また早速ね仕掛けていってっていうね、うん、まあ、クリスチャン・ロナウドのファウルを誘ったみたいなのもあったじゃないですか。ああいう姿勢を見ていると、うん、まあ、日本、まあ、人としてというのもそうですけど、うん、おそらく現地のファンの方も、うん、やっぱりなんかそういう姿勢みたいなところも含めて、うん、ちょっと前向きなことが今後多分必要じゃないですか。そうだね、多分この、うん、でちょっと守りに入ったりとかすると、うん、結構こう危険かなと思うんですよね、うん、でそのまあ、もちろん守備というところも、うん、まあ、プラスなんですけど彼にとっては、うん、その前向きなところの姿勢というところで、あといろんなことができるので、うん、それをプラスに働くのではないかなと思って冨安選手です。だから多分普通にやればあそこ勝てるし、うん、はい、抜かするエヴァと問題ないと思うので、うんうん、まあ、そこでトッテナム戦ね、上3つじゃない、上3つうまくしのいじゃえば多分大丈夫だと思いますけど、はいはい、そうですね、抜かするエヴァと、これエヴァートンがどういう状況かにもよると思うんですよね、うん、だ最終節で、うん、まあ、またアーセナルの状況にもよるんですけど、うん、まあ、スパーズとのこの兼ね合いで、うん、ここでまだ決まっておらず、うん、ギリギリのところに来て、うん、さらにエバートンも、うん、残留をまだ最終節まで決められず、うん、あるいは可能性残して、うん、ここに来た時には結構厳しいゲームになるのかなっていうのはあるんですよね、うん、だからここの状況どこでどう決まってるかって、うん、38節までもつれた場合は、うん、結構ここはちょっと嫌な相手が最後残っちゃったなっていうところあるかもしれないですよね、うん、じゃあちょっとそれを踏まえた上で、うん、スパーズを見ていただきたいと思いますけれども、はい、まあ、スパーズはご覧のような、日程です、まあ、ここ2試合勝利がないという状況でレスターで、先ほど来お話があったリバプール、うん、そしてアーセナルで、こちらも残留争い中のバーンリー、うん、してもうおそらくこの時はもう
ここが決まってると思いますけど、ノリッチということでございますが、加瀬谷さんは、先ほどほぼ固いアーセナル 75% でした、うん、ということはスパーズはかなり低いということですか。うん、スパーズはだから24ですよね。あ、24、おー、うん、なるほど、うん、あの、はい、結局、うん、コンテになっても信用できないチームなんですよ、なんだか知らないけど、うん、いい時はいいけど悪い時は悪いし、はい、悪い試合なんかダラダラ続くしっていう感じなので、なんかこのやっぱ根本的なところ、最初のコンテでも直せなかったのかなっていうのと、はい、うん、まあ、あとは尻上がりのレスターでしょ、はい、それからリバプールは強い、うん、あのロンドンダービーでは今のところ、うん、アーセナルの方が、うん、とらく上な感じもするし、うん、バーンリーは残留がかかってるっていうところだから、うんうん、ちょっとね、最近のスパーズのパフォーマンスを踏まえると、うん、ここでノリッチ戦の続4試合で勝ち点稼げるのかなっていう疑問がありますよね、うんうん、そうですね。まあ、そういったコンテのスパーズで加瀬さん、キープレイヤーはやっぱケインですよ。とにかくここはケインなんだもん、うんうん、あのいろんな監督がケインのワンマンチームではないって言うけど、うん、ケインのチームですって、うんうん、だからもちろんソン・フンミンはすごい選手ですけど、うん、ケインがどれだけ点取れるかがやはり、はい、あのこ の, あのチームを、うん、勢いづかせるかだから、うんうん、例えばレスター戦で、うん、複数得点とかもう一つだから、はい、まあ、ハットトリック何でもいいですけど、うんうん、ケイン無双とかになったらそのままドンっていくかもしれないけど、あとしかもケインって固め取りもする時があるので、ね、うんうん、でもそれが彼らのキーだからさ、うんうん、となると、うん、今まで、うん、多くのポイントを稼げてないから、はい、やっぱりちょっとチャンピオンズリーグ進出獲得の可能性っていうのはやっぱりアーセナルに比べたら低くはなると思いますけどね。うん、そうですね、うん、僕もやはりここはキープレイヤーハリケーンで、うん、ね、やっぱり欠かせないですよね、彼のやっぱりチームですもんね、うんうんうん、あとはね、そのやっぱりケインが調子がいい時っていうのはスパーズも勝てるじゃないですか、うん、そうですね、うん、でやっぱ彼がちょっと点取れないっていうことになると、うん、もちろんソン・フンミン取ってくれたりするんですけど、うん、結局ちょっと結果がね、ついてきてこなかったりとかっていうのもありますから、うん、だからあと本当にケイン、チャンピオンの出場権取れなかったすると今度こそ多分出てっちゃうと思うので、うん、そうですね、はい、取れるチームで、スパーズよりより可能性のあるチームってなると思うので、さすがにもうこれ以上は我慢してくれないと思いますからね、うん、そうなんですね。ちなみにあのパーセンテージ僕はもう 30% としております、うん、はい、まさにレックスにしたんだっけ、40です40か、はい、だからこう数字上、まあ、確かにこう、うん、アーセナルがもうちょっと上の方がいいのかな、そのやっぱりリバプール残ってるのとか、ただアーセナルはあのやっぱり最後エバートンとか、うんうんうん、っていうのがあるのと、あと直接対決があるじゃないですか、うん、はいはいはい、だからこれ勝ってば、うん、そんなに勝った方にやっぱ有利になるので、うん、そうだよね、そんなにこのパーセンテージの差はないのかなとも思ったんですよね、うんうん、まあ、アーセナルが今上の方にいるのでもうちょっと上でもいいのかな、もうちょっと上にしようかな、50、45ぐらいに刻んだね、うん、5% しか上げねえのかよって話ですけどそうですね、うん、アーセナル45でスパーズ30ぐらいで、うん、はい、でお願いします。はい、ということです。さあ、そしてビッグシックス、もう1チームやるの？ありますよ。あるに決まってるじゃないですか、加瀬谷さん。まあ、そう。マンチェスターユナイテッドです。まあ、知ってたけどね。はい。うんうん、ということで、もう残り4試合ということになっておりますけれども、はい、うん、ポイントでいきますと、まあ、1試合アーセナル、トッテナムよりも消化数が多くて、はい、4位のアーセナルとは6ポイント差、はい、うん、5位のトッテナムとは4ポイント差という状況です。これは、チャンピオンズリーグ出場権の可能性は 1%、うん、はい、なるほど、アーセナル75で、うん、スパーズ24だから1、あ、なるほど、うん、それで 1% ですね、うん、あ、もうこの 3チームでの1チームということで計算したということですね、うんうん、ちなみに私は 10% でございます。 ありがとうございます。すいません、これただその加瀬谷さん 1%、うん、私 10% としているんですが、うんうん、あの当のご本人といいましょうか、うん、暫定監督のラングニック、うん、暫定監督は、うん、先日の、アーセナルのゲームの前にも、うん、もうほぼ、うん、可能性はないと言っておりましたが、うん、負けた後可能性なくなったというふうにおっしゃられたんですよね、うんうん、それは現実的にはそうなんですけど、うん、それを公の前で口にしてはいけないし、うん、でなおかつ彼は最近記者会見でマグアイアとかリンデルフの名を出して批判してるでしょ。で、まあ、もう選手にも悪いところはあるけれど、はい、あの今シーズン限りで監督の座から退いて、うん、
コンサルタントになる人の言うことを残り4試合でも言うことを聞くと思う、あんなふうに批判されて、それはもう彼は完璧に人心掌握に失敗したと思うし、だから選手との毎日付き合わせる監督じゃなくて、やっぱりどっちかって言ったら選手と距離のあるコンサルタントとか、コンサルタントとかディレクター向きだったんじゃない、そんな気がしてる。なるほど。まあ、もちろんあれですよ、あのロイ・キーンとか、あのギャリー・ネビルとか、あのリオが言うように多分もうロッカールームめちゃくちゃなんだと思いますよ。なんかスコールズが言ってましたけども、リンガードと話したらリンガードが最悪だって言ってたって、それ言っちゃダメでしょ。まあね、そうそうそう。で誰かがって言ってあげればいいの、リンガードがって言ったらリンガードかわいそうだなみたいなのありましたけど、リンガードもなんかどっかで言ってるみたいだけどね、まあ、言っちゃってるからっていうことなんでしょうけど、ね、まあ、それもね、伝わることを分かった上で言ったのかもしれないですけど、まあ、で当のご本人が言うんだから、まあ、まあ、おそらく伝えようとして多分 OB に伝わるように誰かに言ったんでしょう、それはね。だって彼はポグバの派閥だからそういうことは平気でやるよ。まあそうです、でもなんか本人、スコールズは本人と話したって言ってなかったですよ、だからもう直接言っちゃってんじゃないですかね、まあそういうことなんじゃないですか。だってマクトミネはもう自信がないって言ってたし、デヘアは完全にパニックって言ってるから、そういう状況に落とし入れたのはもちろんもう大きすぎるエゴも影響してますけど、やっぱりラグニックがコントロールミスったんじゃないですか。そのクラブ その考え方とか歴史もありますし、あるいはいる選手、ね、それが全員取っ換えられればあれですけど、取っ換えられないじゃないですか、そんな簡単に。だからその今いる現有戦力をどういうふうに生かしながらやっていくかみたいなところで、ね、またちょっと来季の話になっちゃいますけど、じゃあ決まりましたから、勝谷さん決まりましたね、はい。まあ、それはいずれ機会があるためにたっぷりやりたいと思いますけど、まあ忖度しないってテンハグも言ってるので、じゃあ早めにそういうふうなことをして、来シーズン使わない人もこの4試合もう使わなくてもいいかなぐらいの感じで、マンチェスイブニングニュースってあるでしょ、あそこはだから、ハンニバル・メジブリとか、それから、アレハンド・ガーナショとかアルバロ・フェルナンデスとか若いのも使った方がいいって言ってたから、で前なんだっけ、前もお話しましたけど、ガーナとか、あの辺の早めにね、ロン、今シーズン終わりますけど、戻してテンハフスタイル、レアードも含めテンハフスタイルに慣れさせればいいんじゃないかってことですけど、まあこれ2勝2敗ぐらいでいきれいいんじゃない、この4つ、チェルシーには勝てないじゃん、ホームだからブライトホームが勝てるかもしれないけど、私ブライト戦やります。そうですね、久々です。そうか、マンチェスターユナイテッドの解説が久しぶりってことですかね。ブライト多いんだよ今シーズン。最終節クリスタルパレスでしょ、だからクリスタルパレスがどれだけ動くかっていうのも、だからクリスタルパレスホームだから、ユナイテッド差あると思うので、まあキーポイントは来シーズンも踏まえれば、やっぱりもう、キープレイヤーはあれなんですよ、ブルーノ・フェルナンデスなんですよ。本当の軸にしないといけないから、クリスチャン・ロナウドじゃなくて、そしたらもう彼のチームにしなきゃいけないので、あとは本当テンハフスタイルに合うセンターバックって考えるんだったら、まあどっかが取ってくるのもいいけど、バンリー副長、バイリー副長とかね、そういうこと考えて、後半戦これ4つ見るとかさ、じゃない、そうですね、もう本当に、ラグニックが言ったように望みはないですよ。ただ望みないんだけど、監督がそれ言ったらおしまいなんだって、監督に向いてないよあの人、もうちょっとなんだろう、うまくできるかと思ったけど、ちょっとがっかりした。なるですね。あ、ちなみに僕キープレイヤーマクトミネにしてます。マクトミネ、はい、っていうのも中盤今後やっぱり鍵になりそうじゃないですか、まあ、誰が来る来ないにしろわからないですけど、やっぱマクトミネそのチームの、まあ、生え抜きと言いましょうか、そういう選手がどれだけこう今後も関わっていけるかという中で、やっぱり彼が重要かなと思いますし、その生え抜きと、あとこういう状況下でも、やっぱりユナイテッドと契約を更新したっていうことは、やっぱりブルーノ・フェルナンデスはユナイテッド愛があると思うので、なるほど、そういった選手をちょっと軸に、残り4試合、頑張ってほしいと思いますね。そうですね、ということでございます。ということでビッグシックス、まあ、今後試合数から見える可能性ということで、お届けをしました。まあ、ほらユナイテッドしゃべるとしんみりしちゃうじゃん。いろいろチームの状況というのはありますからね、また難しいところではありますけれども、でもね、ちょっとさらに和也さん、ここもちょっと厳しいお話になるとは思うんですけれども、今注目なのが下
17位バーンリーと18位エバートンで、バーンリーがウルブスに勝ちました、エバートンが、敗れたということに、リバプールとのマジサイドダービーで敗れましたので、試合数は確かにバーンリーの方が1試合消化多いんですけど、バーンリーが上に行きました。そうですね、まさかこの時期にショーン大使を解任するとは思いませんでしたが、それがまたびっくりすることに、その後3試合で、7ポイントだったんです。そうですね、はい、まあ劇薬だったんですね。劇薬です、はい。リーズまで危ないとは思いますけど、最近のパフォーマンスを踏まえるとなんとか残りかなと思えるので、残りが6試合5試合でエバートンとの差が5でしょ、エバートンの今シーズン、最近の調子を踏まえるとそんな簡単にグッと上がるわけないから、はい、やはり、17から20までの争いで残り1枠はバンリーかエバートンって考えるのが妥当なところですね、はい、はい、はい、よもやのニューカッスルトップ10ねこれが本当はここで関わってたんですよ、ね、ここの残留争いで入荷するどうかみたいなところで、僕も、ね、厳しいんじゃないかというお話をしていたんですが、申し訳ございませんという、すごいよな、はい、いやどちらかというとその残留請負人というよりはチームをもうちょっとこう、ね、成長させていくようなタイプの監督なので、この時期残留途中から残留争いはどうかなと思ったんですけど、素晴らしかったですね。そうね、でも、はい、シティとさリバプールがさ凄まじい得失点差あるじゃん、はい、だからニューカッスル見てもニューカッスル前半良くなかったからだけど、マイナス15の得失点差でさ9位ってのはなんか面白いよね、はい、ちょっとね。そうですね、うんうん、まあ、ある意味ニューカッスルらしいというところかもしれないですけど、そういえばユナイテッド今もうあれだよね、失点が51かなんかなって、ワースト7位かなんかでしょ、確か。それでもうあのリーグクラブ自分たちのワースト更新してるし、プレミアリーグ発足以降では、これ残り4試合でしょ、さっき出てましたけど、60まで行くんじゃない、下手したら。いかないかなあと4試合で9失点、まあ、それは避けたいですけどね、本当はね、あんまり言いたくないから壊滅状態ですよね、まあ、それでも ずっと見続けますけど、もう50年見てるんで、ね、まあ、いろんなチームがそういう時期もあって、またその次の年が逆に良かったりしますからね、これがまたどうなるかというところですが、勝谷さんどうします、バーンリーとエバートンは勝谷さんどっちが残ると思われてますか。この1、2見てるとバーンリーだよね、結局、はい、エバートン、ランパード監督、勝つための策って見えてこないんだよな、なんかバーンリーの方が現実的に戦えてる気がするので、なんかバーンリーのじゃないの、そうなるとエバートンは今度は夏はあの表現悪いですけど草刈り場になりますよ。そうなんですよ、こう一気に抜かれちゃいますね、いい選手いっぱいいますからね。リシャーリソンなんかみんな欲しいでしょ、そうですね、ユナイテッド欲しいもんね、リシャーリソンみたいなの、前で動いてくれる人、確かにバーンリー、僕もバーンリーこの流れでちょっと前まではエバートンだと思ってたんですよ、残るの、でも急にちょっとこの流れを見ていると 最後のこの流れって大きいですもん ね、だいたい残るところは何勝かしてみたいなところになってくるので、バーンリーちょっとエバートン厳しいなっていうところはありますが、あと報道ホジソンさんでね、監督敬意を表して残留していただきたかったんですけど、少し前まではね、結構いいかなと思ったんですけど、ちょっと厳しかったですね、やっぱり足んないよね人ね、そうですね、で、まあ、この右側ボトム10に関して言うと、まあ、リーズはもうそうですけど、パレスからあのビラリーズね、そこにいちゃダメよ本当に、もっと上にいないと、これからね、まあ、来シーズンに期待ですかね、また新監督になってからっていうのもありますし、リーズはね途中で監督変わったっていうのもありますから、来シーズンのちょっと躍進というのをちょっとこの3チームは期待したいなというところではあります、ということで、また今日も今すみません、ちょっと今日時計見ながらやってなかったんで、結構時間喋りましたよね多分ね、すみません、はい、30分に縮小してください、すみません、ありがとうございますということで、で勝谷さん、あのいつものように告知ですけれどもありますか。告知、ユナイテッドに関する手厳しいコラムが多分ジェスポーツに出ております、その通りと思う方、ふざけんじゃないよと思う方、どちらでもいいので、読んでいただければと思います、予定ですよ、予定、はい、私はいつものようにダゾーンのフットボールタイム、そして、プレミアリーグフリークスご覧いただけたらと思います、よろしくお願いします、
ということで、加藤さん今日も2本撮りですから、はい、また次の回もまた来週もということでございます、はい、ちゃちゃっと終わらせましょう、はい、ちょっとなんかな、ならないような気がします。あ、これか、はい、ちゃちゃだな、ちゃちゃなるかな。はい、ということで今週も加藤さんありがとうございました。加藤さんありがとうございました。それでは皆さんもありがとうございました。また来週です。バイバイ。